方のアントラーズは今年タイトルがゼロ。なんとしてもこの天皇杯は取りたい鹿島アントラーズです。マスカーに対してイエローカードが出されています。マスカーはこれが1枚目。天皇杯ではイエローカードが2枚累積しますと次のゲーム出場停止です。井ノ原がスパイクを交換して戻っています。グランパス中盤に吉村がいます。そして左サイド小川、一旦ボールを返します。ですから牧野ワントップ、そして杉本右、左に小川で、うん、シュート。一つこの人の持ち味が手の高さ、ヘディングの強さ。名古屋からも多くのサポーターがこの鹿島スタジアムに詰めかけています。このサポーターの前でのコーナーキックになります。もう一つタイトルというのがサポーターの本音でしょうね。そうですね。枠の外でした。